びっくり新聞は、三重県宇治山田市で発行していた、地方紙。近代の宇治山田は、新聞の発行が盛んな土地柄で、多くの新聞が相関と廃刊を繰り返しており、びっくり新聞もそのうちの一つであった。新聞紙にピンク色の紙を使い、独特の記事を掲載する新聞であったが、浜田国松に買収されて、以降、新都に一方に開題して、 立憲政友会を支持する論調に転換した。新聞社は現存しないものの、通りの名前として、伊勢市内にその名を留めている。伊勢ジングルの鳥居前町である、宇治山田は文化の明けた地域であり、1873年に加藤長平が渡来新聞を発行するなど、周辺地域に比べて市民向けの新聞、雑誌の創刊が早かった。そうした、 宇治山田で7番目に創刊したのが、びっくり新聞である。社主、富山武雄の個人経営による、新聞社、行転社が発行していた。主筆は、山崎武氏、主任は、上部治お生と浅部ぶ蔵が務めた。びっくり新聞は1907年5月に創刊した。創刊間もない1909年発行の新聞名官によれば、 通常4ページの日刊誌で、紙面の文字の大きさは5号、1行16時で6段組であった。発行部数は6037部であった。広告料は県内多市に比べて安く設定していた。ピンク色の紙を使い、紙面に違わず、一風変わった記事を掲載していた。実際にびっくり新聞を読んだことのある中村忠氏には三文新聞と評している。 1912年1月1日付の紙面には、付録として、新都財産整理という小冊子が付いていた。この小冊子は、東京大学法学政治学研究科付属、明治新聞雑誌文庫が所蔵し、現存する。この頃に、三重県立第四中学校の教師を一人ずつ、封刺した数え歌が、紙面に掲載された。数え歌は生徒たちに大いに受け、 当日の紙面は飛ぶように売れ、生徒はポケットにその切り抜きを忍ばせていた。当時の四中は、風紀の取り締まりに厳しく、教師は躍気になって、記事を書いた犯人を探したが、結局見つけられずうやむやに終わった。一方生徒の間では、宮瀬淳一より他はないと、もっぱらの噂で、本人は何を騒ぐかと上品な澄まし顔を決め込み、肯定も否定もしなかった。 この記事は、後々まで語り草となり、1970年になっても当時4中世だった老人たちは、集まると数え歌の一節をそらんじることができたという。その後、1920年に国部主下地下に経営権が移り、1922年には地元出身の衆議院議員、浜田国松が経営権を獲得した。 さらに1925年には、新都日報と新聞名も改められた。本社は、岩渕町から岡本町へ移転し、社のスタンスも革新派から、浜田の所属する立憲政友会指示に転換するなど、全く異なる新聞へと変貌を遂げた。内務省警保局による1927年の極秘調査によると、当時の社主は、羽吹一郎、主筆は、 土合津市で、浜田は講演者とされ、新都日報の発行部数は1100部、発行エリアは、三重県と東京市であった。新都日報が、いつまで発行されていたかは不明であるが、宇治山田で最も長く続いた、伊勢町報が1942年1月に、伊勢新聞へ併合されており、その頃に廃刊となったものとみられる。伊勢商工会議所、ビルビルの奥の道路が、 びっくりセコ JR 近鉄伊勢市駅にほど近い吹き上げ交差点から伊勢商工会議所前までの通りはびっくりセコと呼ばれている。元は成就院セコという名前であったが明治元年11月に玉野工事に解消しその後にこの通り沿いにびっくり新聞が社屋を構えたことから奇抜な新聞名にちなんで誰ともなくびっくりセコと呼ぶようになったという。 瀬古とは、伊勢の方言で路地を意味し、1960年頃までは、人が一人やっと通れるくらいの道幅しかなかったが、拡幅工事により1965年までに幅の広い道路になった。びっくり瀬古は、伊勢市駅と伊勢市役所などがある岩淵の官庁街を結ぶ便利な通りとして利用され、個人経営の商店などが軒を連ねた。ありがとうございます。